はいえー、こんばんばはロクスケですえで、ー、と東京からのリモートワークで雪の中の山村とをというので、えー、としばらく <laughs> 詰めてますか <laughs>、ね、リモートワークだとこのスマホにいろいろねこう指示がバン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 来るんで、えー、もうね プロ、なかなかこの手のプロも辛いなって思いますけれどもね。それと同時に何か僕の動画で面白いのがあるんですかあ、アマチュア無線業務で使っちゃいけません。あの、いいですか雑談はしていただいて結構ですよ。ね。ショートホイールベースの車ね。あのー、この季節雪捨て場に入るとか、雪捨て場はどこにあるかとかね。ね。あとは <laughs>、上田とか遠見で何 ゼネコンの、なんか、テレビ工事が見つかったの。あの、あの、入るところとかね、工事内容とかね、足洗いはこっちとかね、南欧含めとかそういうのはダメですよ。ね。こういうホテルに呼んだお姉さんの具合が良かったかどうかがいいかは知りませんね。ね。呼び出し符号は必ず喪失してください。ね。えー、現時名は名乗っていいと、僕は推奨してる。<laughs> いや、 ねえー、僕はそれくらいしか言えないな。えあ言えない、うん。あの、元祖、元祖でもないか、うん、老舗のアマチュア無線系 YouTuber としては。ということで、えーあの リモートワークに忙しいのであの、無線機を積んでない、あの、車で今日は来てます。はい。えー、しばらくね、あの、リモートワークで、あの、雪の山村に閉じ込められている、えー、JJ0TRJ, JH1PRT, JQ1ZNA6 助でした。またお会いしましょう。さようなら。